から、まあ、フォアボール、ヒット、タイムリーと打たれて降板しましたけれども、自己最多の10の三振も奪いました。さあ1番の周東、出塁です。こちらはホークス1番の周東が出塁して、さあ1点を追いかけます。1回の裏です。北山の特徴を聞いていこうというところの前に、まずは1番の出塁、これは聞きますね。大きいですよね、はい、周東選手が出れば本当点数になると、うん、いう感じになってきてますからね今はね、はい、ランナーがスタートします。競争になります。タッチはセーフです。さあ周東がいきなり動いていきました。5つ目の盗塁を決めました。この浮かんでる中でも、はい、スピードは衰えないですね。そうですね、スタートも、はい、いいものをいきなり出していきました。ショートバンド右弾ける、シュートは三塁へ。ライト前の単打がスリーベースになったような形になりました、はい、多いかなって感じですよね。ですが捉えた、これも水谷へ、下がる、伸びていった、グラブの先越えていきました。それを見て周東が帰ってきました。同点です。打ったバッター山川は二塁まで行きました。記録はヒットとランプが灯っています。1対1の同点になりました。打球伸びてきましたね。伸びてきましたね、はい、レフトライナー頭上送打球でした。今の打球も速いですね。それも外引っ掛けたように見えはしたんですけどね、高めに浮いた分良かったですよね。ちょっと当たってますグローブね、はい、まあ、ただ打った山川としてはしばらく